あのそのGフレームの商品化希望アンケートみたいなあったんですよ。あ、うん、まあ、初の試み、うん、あの来年から G フレーム FA フルアーマーってやつで、うん、新しく始まるっていうのも記念してかな、うん、なんだけどやってて、でアンケート本当にね、全てのモビルスーツから1体だけ答えてください。でプレ版のアカウントは必要だったかな、うん、でこれが、答えると、うん、1万名様にこのストライクガンダムのディアクティブモードの、はいはいはい、が当たります。なるほど、ね、っていう、うん、あって、うん、でもやっぱ前のセットと違ってさ、前のちゃんと後ろにそのストライカーパックがあって、うんうん、はいはい、で同じくとビームライフルとシールド入ってるんだけど、うん、これは完全にそのストライクのその標準装備、ストライク、エールストライクじゃなくてストライクなんだよ、うんうん、でまあなんかこうなんつったかな、まあナイフみたいなの入ってるんだけど、うん、2つ入ってて、でだけど同時にそのフルアーマー仕様でその裏のこの、うん、方もカバーされた装甲で、うん、FA 仕様のストライクガンダムディアクティブモードが1万名様に当たりますってやってて、うん、これね当たったんですよ。おお、当たった。でもねほぼ当たってるみたいね。ああ、うん、そんなに倍率が下がってない。そう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 、1万名様に当たるプラス、うん、まあ多分まあ G フレームってやっぱり人気だけど、うん、やっぱそこまでじゃったって。ああなるほどね、うん、まあ、1万人目ぐらいだったらば、うん、そうそう、うん、と落選したってね、一件じゃねえ、なんかのも見たんだけど、うん、ほとんどね当選してるみたいで。なるほどね、そうそうそう、まあ、確率高いってことね。そう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 、ただこれがさ面白くてさ、うん、面白いっていうかなんていうかさ、うん、あくまでも、うん、無料引き換え券なんだよ。ほう、でまあぶっちゃけそれってプレゼントと変わんないじゃん、うんうんうん、これがね、うん、プレ版で無料引き換えできます、うん、商品自体は、うん、送料かかるんだよ。あーいくら660円。あーじゃあ660円買えってことだそう、まああっちの儲けにはならないんだけど、うん、ならないけどさ、そこなんとかプレゼントしてくれなかったかなと思ってね、うんうん、まあ660円かける1万っつったらな、まあ6600万。そう、うん、661万だから、そう6600万円。そうだね、660万じゃないか。あ、660万か、うん、660万円。まあじゃあほらそれは多分あの契約だろうから、うん、何個発送してもらってもいいんだろうけれど、うん、なんかね、そうそう、そんなんがあって、ね、あーそう、うん、あーそう、まあなんかね、うん、なるほどねたまたま送料無料クーポンもあったやつはさ、うん、とかって言ったり、あと1月に発送されるんだけど、うん、あの1月にもともと他の商品注文してればおまとめ配送みたいなやつで、うん、そうそうそう、うん、まあそう、まあ打ち消せるみたいな、それあるあるっちゃあるんだけど、うん、っていう感じだったけどね。まあでも当たったからにはねっていうところで、うん、まあまあまあ660円っつったらまあ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 下がれじゃないですか下がれそうそうそう、まあ感じで、まあ限定品は、うん、まあ後で売るのかもしれないけどね、うん、セットで、うん、うん、でもね、うん、まあそれでも一応物自体無料って当たって、うん、でアンケートさ、うん、何に入れたと思う。あ、迷ったんだよ、一気だって言うからさ、うん、一気って兄貴だったら何入れる俺、うん、でもあれかね、サンボルのね、アトラスとか、はいはいはい、サイコーザクとか、あ、まあでもちょっとねゴテゴテしてるから、そうだね、動かしづらいね、あれかもしれないけどもでもなんかやっぱミリタリーチックでちょっとかっこいいなと思うけど、ね、確かにね。そう、俺も迷ってさ、うん、バカでかい機体とかでもありだけど、いや、いろいろ考えたのよ。あの多分回答ないよって多分関係ないけどさ、うん、結局あのフレームで出しやすいものがさ、よりこう現実に即したものがいいかなと思って、うんうん、そうそう、でまあ例えばまあウイングゼロとかさ、あ、はいはい、あ、まああれなんかまあ翼あるから、まああれなんか EX 行きだ、うん、多分おそらく、うん、まあわかんないけど、よりも通常弾に入れれるぐらいのやつでとかって考えた時に、はいはい、割と現実的なのか、うん、で実際それ1位になったやつは商品化されるっていうんだよ、うんうん、なんで俺はね、俺の好きと、うん、その現実的なっていうのを考えた結果、はいはいはい、俺ね、エクシアリペアに入れた。あ、うん、リペアってあのテレビでは2期始まった時の1話、あのほら最初さ大人になったさ、うん、あの大人じゃねえよ、ちょっと成長したあの刹那がさ、サジを助けるじゃん、うん、分かる、あの時に一瞬だけ、うん、だけ出るやつ、うんね、あの片方マントで隠しててさ、でももう結局ダメでさ、うん、あのティエリが助けに来るのかな、うん、あれって確か、うん、
あの一期の最後にほら、うん、最後あのアルバトーレ倒した後にさ、うん、金色のやつ倒した時に、うん、あの後からあのグラハムがさ、うん、疑似対応路をつけたさ、うん、チーヌフラップで来てさ、ね、相打ちなんかになるじゃん、うん、あれで腕とかさ目とか壊されるけどさ、うん、でもエクシアリペアだったらバカでかい背負い物もないし、うん、マントパーツもまああの前後分割でまあいけるじゃん、うん、かっこいいよね。そうそう片方あの物合いで回収してさ、うんうん、かっこいいよね、うん、そうちょっとねそれに言えたんだけど、ま、うん、あでも映えるね、いいね、映えるでしょ、いいでしょ、うん、いいねとかねことがあっていいね、うん、そうそう、みんなそれだと思うよね。あだといいんだけどね、うん、確かにね。そうまあでもない、うん、リペアどうだろうね。でも今シード展開してるけど多分そのうちまあダブルなんかやっぱ人気あるからね、うん、出るんじゃないかなと思ったりするんだけれど、うん、そうそうそうっていうことがねあったり、ね、まあ現実味あるし、うん、なんかみんな欲しいなと思うんですよ。うん、マントとかってちょっとやっぱり、うん、なんていうんですか、ロマンがロマンあるね。しかもあのダメージ期待っていうんですよ、そう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 、角ちょっと壊れててさ、うん、そう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 